お父様、どうしたのです？何かあったのですか？ソニア、ユーマ、待っていたぞ。実はな、帝国の使者が皇女エクセラよりの親書を持ってきたのだ。帝国の使者？それがどうやらベアトリスだったようなんです。一体どんな内容ですか？にわかには信じがたいだろうが、和平交渉の申し入れだ。和平って戦争をやめるってことですか？そうだ。手紙にはこうある。ロンバルディア帝国軍の全権指揮官にして第一皇女エクセラノア・アウラよりアストリア国王に申し入れる。長きにわたる両国間の正常ならざる状況は双方にとって益なし。早急に解消の方途を見出すが最善と考える。条件以下により我が軍は行動を停止し、速やかに大陸本土への撤収を開始する用意あり。ついては条件検討のため両陣営代表者による会談を行いたく、帰国代表者の出席を要請するものなり。なお会談にあたり、会場と出席者を当方が指定すること、それを交渉開始の条件とす。条件の概要は以下の通り。一つ、会場はシャリオン海岸コーラルケイブ。一つ、帝国側代表者は皇女エクセラ。一つ、アストリア側代表者は交流を宿す者ユーマ・イルバーン。以上をもって東方よりの条件とす。なお交渉成立の暁には、その証として我が軍にて保管せるユグドラシルのドラゴンソウル2つをアストリア側に引き渡す用意もある。以上、アストリア国王の賢明なる判断を待つ。ロンバルディア帝国第一皇女エクセラノア・アウラ。それからこれを持ち込んだ使者によると、この会談自体は極秘で行いたい。くれぐれも奉行な動きは避けてほしいとのことだ。ユーマ以外の同行者についてはこちらの判断に任せるとも言っていた。なんだかいろいろ言ってるけど、帝国の側から折れてきたっていうことだよな、これは。ああ、しかも破格の申し出だ。戦局的に優位に立つ側がいきなり軍を引かせようというのだからな。おまけに3つ持ってるドラゴンソウルから2つをこちらに渡すって気前が良すぎますよね。代表者としてユーマを指定してきたのもちょっと気になる。やはりユーマが宿す光竜様の力を狙っているということなのでしょうか。この前失敗したばかりなのに。いや、失敗したからかな。よくわからないわね。僕にも全然わからないんだけど、僕はこの手紙の通りにしてみようと思う。え？だけど罠かもしれないし危険かもしれないけど、だけどもしかしたら戦争を終わらせられるかもしれないじゃないか。だとしたら僕はそれにかけてみたい。エクセラも平和を望んでこの条件を出してきたって信じてみたいんだ。確かにそれはそうね。
お父様、同行者についてはこちらの判断に任せると言ってきたのですね。うん、その通りだ。じゃあみんな一緒に行きましょう。もし何かあっても私たちが一緒なら。そうだね、ユーマを守ることができる。よし、そうと決まれば王様、返事を頼むぜ。承知した。会談を受けるとの日誌を早速エクセラ姫に出そう。だが、良いな。みんな、くれぐれも気をつけるのだぞ。エクセラ様、アストリアからの密使が来ました。例の会談受けるそうです。そうか、ではコーラルキーブに向かうとしよう。だけどエクセラ様、本当に大丈夫なんですの？あんな男の話を信じて。あの竜にあだなす者の話か。ええ、あんな得体の知れない男の言うことなんか信じられる気がしませんけど。得体が知れない、それを言うならゲオルグも同じだ。私にとってはあいつこそ得体が知れん。そりゃまあそうでしょうけど、私もジーナスとやらの言うことを頭から信じているわけではない。だがあの話にはそれなりの価値がある。そう判断したからこそこうして真偽を確かめに行くのだ。わかりましたわ。それではもしもの時はこの私が命に代えてもエクセラ様をお守りいたします。ん気持ちはありがたいが、それでは本末転倒だ。貴公も我が帝国の臣民である以上、そなたを守るのは皇族たる私の役目なのだからな。はいはい、仰せのままに。では私の命に危険の及ばない範囲でお守りさせていただくことにしますわ。うん、それでいい。では行くとしようか。来るぞ。ターゲット確認。
気づかれた。エクセラ。おお、ユーマイルバーンか。よく来てくれたな。君の指示通りにね。それより約束のものは？もちろんある。リクリュウとクーリュウのドラゴンソウルを持参した。間違いありません。ユグドラシルのドラゴンソウル、気配を二つ感じます。では早速和平交渉を始めるとしようか。こちらが兵を引く、その条件についてな。ちょっと待って、その前に聞きたいことがある。なんだ？君はどうして僕を指名してきたんだ？もしかしてまた交流の力を？その通り。私の条件というのはそれだ。交流が私に協力することだ。やっぱりユーマを渡せというのならそれは無理な話よ。まあ待て、話を聞け。何も交流を戦に使おうという目的ではない。交流のソウルを宿すことで人間を超えた肉体を手に入れられるという話は本当なのか？例えば不老不死といったことが。不老不死？そんなことは知らないよ。でもジーナスって人は交流を宿したおかげで年を取らなくなったって。ジーナスだと？なるほど。ではあの男の言うことに間違いはないようだな。ジーナスに会ったの？うん、あの男が現れ、不老不死が望みならユグドラシルのドラゴンソウルなど必要ない、交流に協力を仰ぐだけでいいと言ってきた。ではそちらの条件というのは？そうだ、交流の力を借りたい。皇帝陛下の望み、不老不死を叶えるためにな。皇帝の不老不死？そのためにアルフヘイムから撤退するというのか？問題はない。我らはアルフヘイム自体に関心があるわけではないのだからな。何ですって？そもそもアルフヘイム侵攻の目的は不老不死に必要なユグドラシルのドラゴンソウルを確保すること。もし交流の協力が得られるだけで不老不死が実現できるとあらば、戦を終わらせることに何の問題もない。確かに話の筋は通っているようだが、果たして素直に受け入れてよいものか？そうですね。そもそも帝国側は利用するつもりでユーマを捕らえていたのです。そこにユーマを戻すなどとは。不老不死の話が本当でもその後悪用する気なのかもしれませんぞ。そうです、ユーマがどんな目に遭わされるか分かったもんじゃありません。それよりも、そんなことのために戦争を仕掛けるなんて一体どういうつもりなんだ？どうして皇帝一人のためにそんなことをしなければならなかったのか？他のたくさんの人たちを犠牲にしなければならなかったのか？納得いくように話してくれ。そうでなければ協力なんかできない。国を滑る皇帝にはそれだけの価値があるからだ。皇帝陛下が健在であることにより多くの臣民の安寧を守ることができる。アルフヘイム侵攻による損害と皇帝陛下を失った時の内乱による損害とを計りにかけた結果だ。そんなの、なんて自分勝手な。アストリアの人たちにどれだけの被害が出たと思ってるんだ。それが国と国との戦というものだ。望ましくはないが、有史以来避けられぬことだと割り切るようにしている。そんな言葉で片付けられることじゃないよ。とても納得なんかできやしない。どうやら分かってはもらえぬか。和平交渉は決裂と考えてよさそうだね。となれば本意ではないのだが、力に訴えてでも
交流を捕獲せねばなるまい。何が捕獲ですか。この前は尻尾を巻いて逃げたくせに。あの時はいきなり歌巫女の力で従わせようとしたのが間違いであった。今度は力で叩き伏せ、弱らせた後にじっくりと。交流、今度こそ貴公を我が物とする。Thank you.
く。勝負ありましたね。というよりも、光竜様を自由にするなど、ユーマ以外の誰にもできないことです。まだだ。まだ、諦めるわけには。やめた方がいい。その傷では無理だよ。無理でもやる。ここで諦めては、皇帝陛下の望みが。やめとけってんだよ。いくら娘とはいえ、そこまで皇帝に忠義立てすることはねえだろ。娘とはいえ、とはいえ、だと、ふざけるな！もう手の施しようがない。もはや、長くは持たない。そう告げられた父上を、見放せというのか。娘の私が、確かに今父上を失えば、かろうじてまとまっている帝国は再び激しい内乱に逆戻りだ。私には皇女としてそれを防ぐ義務がある。父上の不老不死を願うのも、一つには帝国と、そして臣民たちの安寧のためだ。だがしかし、それよりも高齢で病に苦しみ、日に日に痩せ衰えていく父上を、娘としてどうして見過ごせるというのだ。そんなことは断じてできん。陛下は、父上は私のたった一人の肉親なのだぞ。私は父上を、皇帝かどうかなど関係ないのだ。優しい父上を失いたくない。生きていてほしい。だから私は。エクセラ、さっきも言った通り、いくらお父さんの命が大事だからって戦争を仕掛けるなんてこと、僕は納得できない。だけど、君のお父さんが苦しんでいること、そして、君が今悲しんでいることは、それはまた、別の話だと思う。エクセラ、僕は。よせ、ユーマ！レスティ！どうして？お前のその優しい心根は、実に素晴らしいものだ。我が子エリーゼ様も今のお前を誇りに思うだろう。だが、分かってくれ。これは戦なのだ。この女の言うことを全て鵜呑みにするわけにはいかん。これが罠でないとなぜ言い切れる？そうですよ。女の涙は怖いんですから。でも、さっきあなたが言ったでしょ。納得のいくような話を聞くまでダメだって。今でも納得できていないんでしょ？それはそうだけど。エクセラ様、あなたらしくないですよ。いつも鋼のように強い皇女殿下様じゃないですか。そうだな。すまぬ、ベアトリス。少し取り乱してしまった。あら、本当にお強い。もう少し慰めて差し上げようと思ってたのに、残念ですわ。貴公のその物言いは、もう少しなんとかならんのか。自分の気持ちを素直に口にするのは、そんなに嫌か？ええ、嫌ですね、割と。でも、これでも素直になった方ですよ。さあ、エクセラ様、落ち着かれたのなら、話の続きをなさってはいかがです？そうだな。礼を言うぞ、ベアトリス。
エクセラ。どうやらお前たちを納得させることは私にはできないようだ。その代わりにより譲歩した案を提示しよう。和平を先行させるのだ。我々は即時アルフヘイムより撤退する。何ですって？交流の協力は我が軍が全ての兵を撤収させ、私の言葉に裏がないと分かってからでいい。その条件でどうだ、ユーマ・イルバン。どう思う、ソニア？そうね、アストリアとしては検討に値するわ。これまでのことはともかく、確実に戦争が終わるというのなら。確かにウェルラントとしても考慮の余地はある。だがユーマの意見は？僕はとにかく戦争を終わらせたいし、できることなら皇帝とエクセラを助けたい。この条件なら僕としては文句ないけど、でも王様はどう思うだろう？そうね、最終的な決定はお父様に報告してからでないと。確かにそれはそうだろうな。ではここで私の誠意を示す。それは和平成立の証である二つのドラゴンソウル、これを先にそちらに渡しておく。陸竜と空竜だね。そうだ、これを東方の誠意の証としてアストリア国王に渡してもらいたい。わかったわ。アストリアの王女としてその申し出を受けましょう。エクセラ姫、ドラゴンソウルは確かに私がお預かりします。勝手な真似はさせん。何？これは全く困ったことをしてくれるものだ。ユグドラシルのドラゴンソウルは返してもらったぞ。危なく計画に支障が出るところであった。ゲオルグ、身の程をわきまえよ。和平交渉を妨害する権限など貴公に与えた覚えはない。権限？和平交渉？何様のつもりだ、謀反人が。謀反人だと？貴公、何の話をしている？とぼけるな。帝国の支配権を我が物にせんと企み、皇帝陛下を暗殺した罪、潔く認めるがよい。なんだと？暗殺？殺されたと？父上がか？バカな、何を言うか。父上が殺されたなどと、そのようなことあるはずが。下手な芝居はそこまでだ。皇帝暗殺の大罪、公女といえども逃れられるものではないぞ。いや、もはやお前は公女でも何でもない、帝国に対する反逆者に過ぎぬ。さてはゲオルク、貴様よくも、よくも父上を。許さん、断じて許しません。許さなければどうだというのだ。すでに皇女エクセラは皇帝殺しの罪により皇位継承権を剥奪、見つけ次第打ち果たすべしとの布告が出されている。もはやお前はただのお尋ね者よ。おのれ。では元皇女殿、謀反人としてここで死んでいただこうか。
あの剣は。さあ、来るがよい。我が元へ。さあ、カリバーンよ。主たるゲオルグが命じる。その小娘を殺せ。やめろ、カリバーン。お前の主は私だ、エクセラだ。私が分かるのか。我が主はゲオルグ様だ。なんだと。帝国の創建が一つ、水天賢人カリバーン主命により、その命もらい受ける。 なぜだ、なぜ私の言うことを聞かぬ。カリバーンは竜明剣ギャラルホーンに支配されていますからね。もう歌巫子の言葉は届きませんよ。竜明剣ギャラルホーンだと。ええ、私がですね、名竜のドラゴンソウルから作り出したんですよ。光竜のバンデルホーンと同じようなものです。いや、しかしこれは実によくできましたね。私の傑作がまた一つ生まれました。さあ、カリバーンよ、公女と目障りなドラグナーどもを殺せ。光竜を宿した者以外は全て殺すのだ。承知。
おう、カリバーンを倒したか。なかなかやるではないか。だが、お前たちの消耗も激しいようだな。大きなお世話です。その調子で竜明剣ギャラルホーンを持った私に勝てるかな。ユグドラシルのドラゴンソウルを集めていたのはその剣を作るためだったのですか。ギャラルホーンは目的の一部に過ぎん。我らの最終目的、それは神を復活させることだ。なんだと。あらゆる竜を支配できるほどの強力な竜明剣とユグドラシルの持つ五種の竜エネルギー、これこそが我ら刻印教会の求めてきた神を蘇らせるための鍵なのだ。ユグドラシルのエネルギーを使って封じられし神を再び蘇らせる。それが我ら刻印教会の悲願だからな。なんてこと。神の封印が解けたら光竜の言っていたようなことがまた地上に起きてしまうじゃないか。さて、話はここまでだ。ギャラルホーンの切れ味を試させてもらおう。レスティ、動けるか。先ほどの戦いの疲労が大きい。思うように体が動かん。僕もだ。これはまずい状況だね。さて、誰から相手になってもらおうか。俺だ。何？お前は竜にあだなす者。己！なぜ邪魔をする。今はまだ時が満ちていない。何だと。貴様たち、ここは俺が引き受ける。貴様たちは引け。なぜ聞こうが。早く。エクセラ様、逃げますよ。こちらへ。分かった。私たちも行きましょう。追撃に備えてエクセラたちと別方向で。うん、愚か者め、我が竜明剣ギャラルホーンの力を思い知れ。いやー、竜明剣を受け止めただと。今度はこちらの番だ。けえ、竜にあだなす者、まさかこれほどの力を持っていたとは。それはこちらのセリフだ。貴様、随分と強くなったな。以前の貴様とは別人だ。名竜の力を持ったその剣と貴様の力が共鳴しているせいだ。まったく、また一つ厄介な問題が。おのれ、なぜ貴様は私の前に立ちふさがる。我が敵に組みしてお前に何の得があるのだ。敵とは限らん。俺は貴様たちが必要とするものを持っている。そして貴様たちは俺が必要とするものを持っているのだ。必要とするものだと。そうだ。俺の話を聞いてみる気はあるか。このような戦いの決着をつけるよりは互いにとってはるかに有益だと思うがな。